はい、では今日も音声撮っていきましょうか。アロプリ求人ブログ YouTube 版、山田久太郎でございます。もういい加減いろいろ喋りすぎてますので、分かりましたよね。あのプリエールの感じ、感覚的に、なので、ぜひね、あのお盆明けにでもお問い合わせいただければと思うんですけどね。そうですな、今日はどんな話しようかね。まあ、20歳ぐらいから30代、まあ、後半まで、いるんですよね。まあ、過去にいたという言い方でもいいかもしれません。セラピストさんの話です。20代から、まあ、30代後半、20歳から40歳ぐらいまでっていうところでしょうか。あの皆さんやっぱり個々に頑張っているし、どんな年代でも、輝くことはできます。ただまあ、あのうちに限らずメンズエステ店っていうあの、まあ、癒しサロン、リラクゼーションサロンで、まあ、一番確率的に、なんていうのかな、支持されやすいのは、まあ、30前後、20代後半から30代で、意外と30代中盤後半っていうのも、決して、なんていうのかな、年齢が高すぎではないんです。で、東京のサロンなんかでは40代50代専門の、メンズエステ、3、40代縛りのメンズエステがあるぐらいで、結構流行ってるんです。熟女、メンエスみたいな して流行ってるんですよね。で、うちに関しても、やっぱりそれぐらいの層のセラピストさんが人気ではあります。まあ、個々に、個別に人にもよるしね、そのセラピストさんにもよるけども、二十歳ぐらいで人気出たセラピストさんもいましたし、一概に、そうじゃなきゃダメとか、そうだったら必ず人気が出るとか、そういうことではないんですが、傾向としては。なので聞いてる方で30代の方なんかもいらっしゃったとしたならばね、ぜひ、まだまだチャンスはありますぜということでお話ししております。そうですね、今、現段階の、トップワン、ツーも、30代。でございますし、その前の大沢さんも30前後でしょ、ナンバーワンの。で、その前の神谷さんも30前後で、その前の鈴木さんは、ね、致命率の話ね、ナンバーワン、まあ、初期の頃ですな、ナンバーワン、あ、桜たんも挟んでますな、これ。桜井さんも一時期1ヶ月か2ヶ月かナンバーワンだったりしましたけど、もう30前後で、初期、まあ、もう、初っ端、セラピストさんがガガッと増えた、初っ端、鈴木さんという、あの、トレーナーやってるセラピストさんね、は、20代後半ぐらいだったかな。で、あ、一応言っとくと、テラちゃんは、指名率はね、あれだけど、指名本数はナンバーワンでしたけどね、一応お伝えしておきます。彼女は若かったからね、それこそ、今、それこそ、どうしてるか、わかんないですけど、やっぱ30前後になってくると、やっぱり油乗ってきてね、良くなってくるんじゃないかなとかは思いますけどね。いや、彼女は彼女で20代なのにすごく頑張ってました。で、まあ、ちょっと余談だけど、まあ、ここまで話したから話しますと、本数、ご指名本数と指名率っていうのはやっぱ違くてですね、出勤日数が多いとか、出勤、時間が長いとかによっても変わってきますから、一概に率としてお伝えする目安にはなりますけど、あれですけどね。ただ、まあ、歴代の、アロマプリエンの占め率のトップのセラピストさんはみんな30絡み、30以上っていう感じでございますので、若い方もすごく頑張ってるけどね。まあ、人気出ないってことももちろんないですけど、より傾向として、人気が出やすい、年代というのは30代なんじゃないかなと思ってます。で、それは、まあ、若いセラピストさんなんかにもよく言ってますけどね、やっぱり今まで生きてきた中の、その人生経験での、なんていうのかな、経験値というか、体から、その、
発される、もう言葉が下手だね、醸し出されるその優しさというか、経験があるからこそ優しくなれる部分とかってあるじゃないですか。いろんな経験があるから、あるがゆえのね、にじみ出るな包容力というか、そういうのってやっぱり人生経験を踏んできてる方っていうのは自然と身についていくんですよね。ですので、決してだから、ね、ま、過去にもいました。私は若くないから、どうせダメなんですみたいな方もいましたけど、そうじゃないよって、20代の方たちだって苦労してるんだし、若くてピチピチでね、それこそなんつうのかな、まあアイドルみたいな感じの子だって、逆に容姿は素晴らしかったり施術も一生懸命やっててとしても、経験で出る優しさ、包容力、寛容さっていうのはなかなか出てこなかったりするし、皆さんその年代に合った、施術の接客の、やり方、雰囲気の出し方っていうのがあるんだよっていうふうに説明しましたけど、まあ何が言いたいかというと、30代の方、これ聞いてくださってる方も諦めずに、アロマプリエル、あなたの優しさをね、ぜひ、活かしていただいて、寛容さを、包容力をね、活かしていただければと思います。そうですね、まだ時間もありますし、何の話しようかな。まあ星野さんなんかも30前後だったのかな、20代後半、あ、でも彼女はちょっと若かったな。だから若い子がダメってことは全然ないんですよね。で、あ、名前出たから、その星野さんっていうのは、この間ちらっと話しましたけど、僕の上司が、お店、まあ、多数やってまして、そこの一つで働いてた、エースセラピストさんですね。うちに、がオープンの時に、スペシャルセラピストとして、来てくださってた、方です。セラピストが少なかったからね、たまに、本当3日とか5日とかで、ポンポンポンと、出張セラピスト、出稼ぎとも言えるかもしれないんですが、そういった勤務をしてくださってました。この間も言いましたけど、僕は星野さんの施術を受けて、初めてこの施術に出会ったと。もうオープンしてたからね。もう遅いよね。そんなんじゃダメだけど。でも、それですごくびっくりして、彼女の施術をすべて体に染み込ませて、インプットして、それをコピーしてったっていう感じでございます。で、あ、星野さんネタちょっと言ってみましょうか。あんま知らない人ばっかりだと思うけど、すごくね、おっとりとしもおしとやかな静かなセラピストさんだったですな。で、彼女は僕ね、すごいなと思って見てましたけど、彼女の場合はね、星野セラピストを演じ切ってる。100%、120% 星野セラピストという、スペシャルセラピストを演じてるセラピストさんでしたね。もうプロだなと思ってね。だから僕の上司が連れてきたのも、こういうセラピストさんを見て勉強しろってことだったのかもしれないですけど、いや、すごいセラピストさんでしたね。その、特に立ち振る舞い、接客、立ち振る舞い、会話とかを、すごく勉強しているんですね。で、部屋行くじゃん。例えば、当時ね、話どんどん点々するね。今日はちょっと、ネタねえかなと思ったら出てきたのでよかったんですけどね。余談ですけど。当時レンタルタオルでやってたんですよ。で、レンタルタオルだから汚れ物を回収して新しいもの届けるとかっていう作業があったんですけど、それ届けに行ったりすると、その、会話の仕方とか、いい印象を与えるトーク力とか、そんな本が積んであるんですよね。だからもう本当ね、もう日々勉強してた。会話のテンポとか話し方とか、それこそ男性客に対するっていう本もありましたね。どういう立ち振る舞いが男性に受け入れられるのかとか、そういうのをね、すごく徹底して勉強してましたね。あ、プロだなぁと思ってね、まだ勉強するんだみたいな。もう完成されたセラピストさんでしたからね。いや、ほんとびっくりしたのを覚えてます。うん。で、あ、じゃあタオルの話もします？
まあ、小話だけどね、大したネタではないですが、タオルはね、あのレンタルタオルはいいんですけど、臭いんですよね。臭くなるの、なんか濡れたりすると。だからね、あ、これはいかんと思って、すぐやめたんですよね。で、手間は増えるけど、うち自分とこで買ったタオルで自分とこで洗った方が、清潔感もあるし、匂いもいいし、臭くもならないし。で、何拭いたかわかんないじゃないですか。なので、まあすぐ変えたっていう経緯もあるんですけどね。まあそんな話はどうでもいいですな。あ、まあじゃあせっかくだから話しておきますと、タオル関係の洗濯乾燥を畳んだりとか、あとサロンの清掃関係は施術以外に、接客以外にセラピストさんにやっていただいてます。それは結構、施術で疲れたところに大変なんですけどね。手伝いとは手伝うけどね。まあ大変な仕事ではございますけれども、皆さん協力してやっていただいてますし、エステサロンなんで、あ、清掃面は今回言ってないね。全然エステサロンだから、不潔不衛生ってのは一番ダメなんですよね。なので床なり、清潔感には気を使ってますし、セラピストで手が届かないようなところは事務方がもちろんサポートしてお掃除しますしね。でも日々の清掃っていうのはセラピストさん、しっかりやっていただかないと、まあお客様から支持されないお店になってしまいますので、そちらはちょっとお願いしております。ということで長くなりましたね。終わりましょう。